面白いですよ。の幕が来ましたけれども、私はあふれる笑いの内での小槌、中津川源と申します。2020年東京オリンピックまで1年を切りまして、楽しみな選手が続々と増えてきました。例えば陸上競技 100m 男子代表もそうです。サニブラウン、キーレル、山形、彼らは今練習の真っ最中だそうでして、さあみんな頑張ろうぜ。よし、今日は 100m その本番さながらに行こうじゃないか。スターターの人よろしく頼むよ。よし、わかった。位置についてよーいドンと言ったら走るんだぞ。おいおい、よせよ。俺たちは遊びでやってるんじゃないんだぜ。ちゃんと真面目。おげんさん、ごめん、げんさんがスタートやってたのか。スタートも今日はみんなのために差し入れを持ってきたんだよ。何があってもいいように薬箱に酸素ボンベに、そして点滴の袋。ちょっと待ってくれよ。オイラたちはアスリートだぜ。そこまで心配してくれなくっても大丈夫だよ。いや、心配にもなるさ。君たちの中からまた必ず9秒が出るだろう。おぉー、ねーさー、ありがてえや。そうやってゲンさんは言葉をかけるのがうまいけれども、俺たちはこれからトラックをかけるぜ。キリュー成長したな。君たちのために日本の人が全員声援を送ってるからな。声援？あ、それで思い出した。こないだ貸した1000円返してもらおうじゃねえか。おい、キリュー、こんな時にお金の話か。なるほど、納得。君たちは陸上の世界においてもお金の話でも最速の男たちなんだな。というわけだったんですけれどもね。そして新たなチャンピオンが登場したのが、全英オープンの優勝の渋野日向子選手。スマイルで表彰式も印象的でした。優勝カップを高々と掲げまして、みんなやったわ、これが優勝カップよ。おい、渋野さん、渋野さん、どうしたの、キャディーさん、そんな慌てて何かあったの。驚くんじゃないですよ。渋野さんの大事な人から今電話が鳴ってますよ。私の大事な人、ママかしら、パパかしら、借りるわね。もしもし、まあ、ゲンさん。試合見ててくれたのね。みんなのおかげで優勝できたわ。みんなのおかげ、そうだよね。特に学校の卒業生の人たちのことは忘れちゃいけないよ。卒業生の人たち、でもどうして。だって君はプロゴルファーだろ。いつの時も OB を気にしてないとダメなんだよ。ゴルフの OB と卒業の OB がかかってるわけね。おい、渋子、ただただ説明してんじゃねえよ。というわけだったんですけれども、そしてオリンピックで楽しみといえば、卓球の張本選手も楽しみです。今から活躍する姿が目に浮かぶようです。わーわー、さあ監督、今から試合だ、行ってくるぜ。必ず金メダルを勝ち取ってくるからな。何もそこまで力まなくてもいいよ。メダルの色なんて何色でもいいよ。金メダルじゃなくてもいい、銀じゃなくてもいい、どうでも構わないからな。ちょれー、こんなところで頂点の場合じゃないぜ。そんな頂点なんて監督らしくねえよな。俺が監督、これどうもまだ監督に見えるか。バリ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 、おげんさん。マスクの下はゲンさんだったのか。面白いと思ったぜ。それはいいとして、張本君、これからもし試合で不利になったら、カッカしたりいらなったりするかもしれないけど、それでも気にしちゃダメなんだぞ。君は卓球選手なんだから、カットするのは当たり前なんだからな。ゲンさん、説明してもらおうじゃねえか。頭に来ること、苛立つことを思わずカットなるとか、カットするって言うけれども、それと卓球のスマッシュを返すカットするの2つがかかってるという、そういうわけだよ。ちょれーは、行ってこいよ。というわけで、エクストラシーンは最後までごゆっくり楽しんでください。